皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやら私は小さくなった状態でキッチンに閉じ込められてしまったみたいです。このままだと料理されちゃうということで、なんとかここから脱出していきましょう。でも体が小さくなったってことは食べ物が大きくなってるから、お腹いっぱい食べれてラッキーだなという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや、そんなのんきなこと言ってる場合じゃありませんよね。よーし、じゃあまずはバナナの上を渡ってこの巨人から離れていきましょう。このままだったら料理される前に食べられちゃうかもしれませんからね。はい、まずは一つ目の中間ポイント取りまして、これはなんだ、鍵？え、いきなりキッチン関係なくない？鍵だったらキッチンにはないと思うんですけども、包丁か？いや、でも包丁には見えませんよね。あ、でも下の包丁立てみたいなところにはこれが入ってるな。海外の包丁ってこんな感じなんでしょうか。わかる方いたらぜひ MK さんに教えてください。ということで大きくジャンプして OK、 また中間ポイント。そしたらこれはなんだ、コーヒーカップに見えなくもないですけど、コーヒーの上思いっきり渡っても大丈夫なんですね。まあ体が小さくなってるから水の上も渡れると、いやそんなことはないと思いますけども、はい、さらにジャンプして中間ポイント取っていく。これはサンドイッチなのかハンバーガーなのか、なんかその間みたいな感じなのかわかりませんが、まあでもサンドイッチかな、とんかつと卵が挟まってるみたいな、そんな感じ。でも色合い的にはハンバーガーに見えちゃうよね皆さんハンバーガーとサンドイッチだったらどっちが好きですか？ MK さんはダントツでハンバーガーです。はいはい、そんな話はいいとして、今度は生肉の上を渡っていきましょう。生肉の上べちゃべちゃだと思うけど、こんなとこ渡って靴大丈夫？そしたら、お、これは何だろう、プリンか、ん、からしこれ何に見える？ MK さんにはちっちゃいプリンに見えるんですけど、んー、いや、マスタードっていう可能性もなきにしもあらず。はい、中間ポイントさらに取りまして、うわー、錆びたこの橋の上を渡っていきましょう。こればっかしは今度こそキッチン関係ないよね。で、今度はスプーンの上、じゃあさっきもフォークとかにすればよくなかったかこの錆びた棒だけは今のところキッチン関係ないぞ。はい、そしたらスプーンの上ジャンプして渡っていきましょう。お、中間ポイントそこにあるから、これ大きくショートカットしちゃいましょう。あれ、え、なんで、え今のところやられた判定、あ、高いところから落ちたらダメだよとか、そういうシステムなんでしょうか。はい、じゃあここジャンプして、待てよ、ここだな、ここをちゃんとスプーンに降りて、ここもスプーンに降りて、はい、進まないといけない。あー、もう一段階か、危な、なんかスペランカーみたいな感じになってますけど、今の子わかんないよそのネタ。そしたら今度はピザの上か、ピザの上にたこ焼きが乗ってますけど、これはどういうことピザの上にたこ焼き、あ、ミートボール、あら、結構シビアなんですね。ミートボールか、まあ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 、ミートボールが乗ってるピザだったら確かになくもないかもしれません。だけどみんなよく見て、このピザさ、ちょっと厚すぎない？これほら、右のピザなんだかパイみたいになってますけど、んー、これ、あ、ピザじゃない？いや、でもピザだよね、さすがに。なんかフルーツタルト的な、いや違うか、ピザだよな。まあ分厚いピザということにしておきましょう。はい、今度はチーズの上、穴が開いているので穴に落ちないように気をつけていきましょう。これってさ、ネズミが噛んだみたいなイメージなんだけど合ってる？チーズってこの穴が開いてるみたいなさ、イメージあるじゃん。でも現実で見たことなくない？現実でさ、この穴が開いてるチーズ見たことある？ないよね。これ漫画とかアニメの世界だと思ってるんだけどさ、もともとはネズミが食べたからこういう穴開きになってるっていう解釈で合ってる？違う？こういう種類のチーズがあるの？え？なんか気泡かなんかが抜けたまま固まってこういうチーズになるのかな？え、違うよね、ネズミが食べてる。いや、どっちなんだろう、ちょっと詳しい方いたら MK さんに教えてください。そしてこれは洗い物のエリアかな、洗い物に巻き込まれないように進んでいきましょう。で、今度は、うん、電子レンジに目がついてるけど、どういう仕組みどういうこと、あれ目だよね、いや、どっからどう見ても目だな。危ない、
こういう隙間とかも落ちちゃいけないんですね。矢印がありまして、ここの上登っていく。お、なんか赤いとこあるよ。これも多分当たっちゃいけないと思うので、ちょっと避け気味に登っていきましょう。で、今更だけどさ、これキッチンの上が空ってどういうこと？屋根ないの？ここはオープン型のキッチンみたいな、いやそんなのありえるか。でよくわからない白いかまぼこの上をジャンプしていきまして、電子レンジの中入らないんかい。あ、今からか、今から入るみたいです。ジャンプジャンプでめちゃくちゃ錆びてんじゃん。ちょっと買い替えた方がいいと思いますよ、そろそろ。で、電子レンジの中、MK さんの方見てる。うわぁ、なんで？何もしてないよ、私。うわぁ、こっち見てる。なんでなんでなんで？電子レンジだから、温まる対象を見てるってこと？いや、そんな電子レンジはないだろう。あ、これは？なんだ？とりあえずわかんないけど、うわ、え？あ、当たり外れがあんの？こっちが当たり？なるほど。で、交互にジャンプじゃないんかい。だいたいこういうの交互だろ。右、左、左、左だよね。違うんかい。もう最近読み違えるな。右、左、左、右で真ん中と。なるほどね。おっと、これはフライドポテト？どういうこと？あれ？え？あ、どう通ってもいいのか。この中に一個だけ正解があるパターンかと思って、今めちゃくちゃ探さないといけないじゃんと思ったんですけど、そんなことはないみたいです。どこから通っても正解と。はい、フライドポテトの上ジャンプしまして、あ、猫が寝てる、見て。かわいい。でもキッチンに猫はあまり入れない方がいいと思いますよ。で、今度はこれなんだろう、チョコレートの滝。ちょっと設定がよくわかりませんが、茶色い壁を登っていきまして、何ここ、すり抜けたけど、そこも含めてよくわかりませんが、なんだ、壁当たっちゃいけなかったのか。よし、いや、シビアすぎるでしょ、いきなり。今まで壁とか全然当たっても大丈夫な感じだったじゃん。ここの壁は当たっちゃいけないと。当たらないように突き進んでいきましょう。そして今度は、お、あー、黄色、青、赤、正解がどれかって話ね。まあ、MK さんオレンジ色だから、近い赤色が正解じゃないでしょうか。違う。だとしたら黄色。ああ、もう、三択を外しすぎる。青、赤、お、合ってるよ。ってことは黄色違うよね。そうだよね。青、赤、赤、青だ。青、赤、青、さすがに黄色。黄色一回も使わないのじゃ。青、赤、青、赤なんだ。なるほどね。黄色がちょっとかわいそうだと思いませんか？そしたら今度はパンの上ジャンプしていきましょう。フランスパンですね。フランスパンなんて意識しなきゃ食べないよね。普段から、あ、今日フランスパン食べたい気分だなーって人なかなかいないと思いますけども。ああ、大きくジャンプして、うわ、これも正解不正解当てるやつだ。待てよ。カメラでわかるか？これ。お？あ、カメラでわかるね。カメラがすり抜けるところは正解。ってことは、ここ正解だ。はい、左。で、はい、今度右違う。あ、真ん中だね。あ、真ん中すり抜ける。うん？あれ？今間違ってた？左、左。真ん中。あー、間違ってんね。あー、間違ってるね。で、右。今度が、お、さすがに真ん中だよな。真ん中、オッケー。うわー、まだだった。左？違うね。真ん中？あ、真ん中だ。はい、真ん中当てて、オッケー、危ない。完全に空中に立ってますけども、今度はサッカーボールの上を渡っていく。これこそキッチンの設定はどうしたんだ。キッチンでサッカーして遊んではいけませんよ。で、リモコンの上を渡っていく。キッチンの設定はどうしたんだ。これはなんか調理器具のリモコンか、完全にテレビのリモコンに見えなくもないですけど、猫ちゃんこんばんは。ちょっと猫の近くに落ちてしまいましたが、はい、ジャンプしてリモコンの上を渡っていく。リモコン。ちょっと最後っぽいけどさ、最後の最後ぐらいはあのうまくキッチンにかぶせてよ。はい、さらに中間取りまして、またリモコン。このキッチンで一番多いものはリモコンだぞ。そんなことあるか。で、さらに中間取りまして、お、これ脱出じゃない？道の通りに進んでいくと壁をすり抜けて、お、いや、まだ終わってないか。
何なんだこのパターン、こんな山の中にキッチンがあったの標高何千メートルっぽいですけど、こんなところでよく過ごしてね。わー、巨人がいましたが、なんとか巨人の目線に入らず、いや目線に入らないことは無理ですけど、巨人を置いていきまして、中間ポイントあって、お、ゴールか、どうだろう、あの黄色いところまで行ったらゴールっぽいけど合ってる？最後の最後に何かが出てくることもなく、オッケーということで、今回は恐怖のキッチンから脱出してきましたが、いかがでしたでしょうか。なんだか小さくなった理由もわかんないし、よくわかんなかったなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、景色いいね。